7月5日、午後3時50分です、観覧温室の今冷房室におります。映しておりますのは、ドラクラのワンピラという植物です。自生地はエクアドル、コロンビアの、鉱山、その森林地帯に自生しているようです。花の見た感じはアリストロキアのような形なんですけども、これは卵化の植物です。萼の先端がこのように長くなっておりまして、中を見てもらうとこの白い新弁が覗いております。この観覧温室の、冷房室にドラクラの仲間をいくつか展示しております。ドラクラという名前なんですけども、ギリシャ語でドラコン、小さな竜という意味があるようなんですけども、このドラクラの、ワンピラにつきましては、ラテン語読みではワンピラなんですけども、英語読みですとヴァンパイアということで、吸血鬼、ドラクラ伝説のから、コウモリに似てるということでこのような名前がついているようです。これはパッシフローラーですね。ドラクラ族の仲間、つぼみまだたくさんついておりますので、これからまた見られると思います。